山脇正勝明治38年5月6日は、幕末期の桑名藩士。あと、新選組大使。維新後、三菱社員。翻訳、上海市社社長。あと、長崎造船所初代所長。救命俊太郎。変名、大河内太郎、山脇隆史、田毛江、聖介、山脇重光。桑名藩士、山脇十三江門の,の子に生まれ。 藩主、松平定明の故障となる。慶応四年に、母親戦争が勃発。桑名藩は、砂漠派に劣死、山明は19歳で、母親戦争に従軍。父重左衛門野は、軍事奉行に就任し、他藩との折衝に当たった。戸場、伏見の戦いに敗走し、江戸から、父、重左衛門野に同行して、柏崎に至る。徹底抗戦派の藩主、 松平定明の命により、同伴し、高木定作と共に強順破かろう、吉村ゴンザエモらを暗殺した後、定明を追って、江戸地へ渡った。藍津戦争に参加し小指を失う。函館に着くと、高木らと共に、肘方歳三配下の新選組に入隊。函館戦争に参戦する。明治2年5月15日、弁天台和にて新政府軍に降伏。 明治5年に釈放後、過労粛清の追及を逃れるためアメリカ合衆国に留学。ミシガン大学の名簿の1872年の専科生のところに、互いサイとあり、おそらくそれが多芸生助であると思われ、同大学初の日本人学生である。多芸は、吉田清成、井上香織の圧戦で、官能寮の官比留学生として、 明治3年に岩倉施設団に随行して渡米し、帰国後官能量公職方に就いた。明治8年、翻訳係として三菱社に入社。郵便機船、三菱会社で三菱初の海外航路船である、京保丸、兵庫丸、東京丸各船の事務長を務め、1877年に上海支社事務長、就任、1878年に、 長崎支社支配人、1878年に東京店副支配人となり、前任の浅吹英二の退職で支配人に昇格、1881年に岩崎八太郎が後藤昇二郎から高島炭鉱を買収すると、山脇は最初の三菱出身の責任者として高島炭鉱事務長に抜擢され、川田小一郎の部下として働いた。1884年に、 長崎造船所が後部省から三菱の経営になると三菱造船所支配人を兼務1897年に経営方針転換をめぐり更迭された。長崎支店時代の部下、青木菊男は山明のことを武士肌で人格者、大変な主語でもあったと述べている。娘、勝子の夫に日本海軍少将の寺岡平吾、その長男はペルー大使、 イラン大使を務め、サンフランシスコ条約締結時には、吉田茂首相の秘書官として仕えた、寺岡公平。広大らと、ハンガリー女性との娘に料理、文化研究家、バーバラ寺岡。バーバラには、正サはじめクワナ藩の幕末武士のことを書いた、著書、幕末のクワナがある。ありがとうございます。